どうも、スクラッシャルのアクインと、ヨコピーです。何をするんですか？知らんねんな。俺知らずにここ座ってんねんな。久しぶりの、はい、ボードゲーム的なやつを持ってきました。おお。ボードゲームではない、カード、まあまあカードゲームみたいな、持ってきたんですけど、今の時代、何ですか？今の時代？暇があったら何を見ますか？いや、まあなんて言ってほしいのか察した。漫画！あー、惜しい。ちょっと惜しい。アニメって言ってほしかったです。アニメ好き。アニメは最近徐々に手出したとこ。進めた？ちなみに俺が聞いた時1話でやめたって言ってたけど、そうそう、いや、漢王家のディオ2期でやめた。じゃあ3期か。そうそうそう。1、2期はなんかパラッと見たことあるね。ああ、だからなんとなく知ってるから。今は3期の海から引き上げられてみたいなところ。そう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 。今あれやわ、華鏡院のりあきのとこやわ。2話ピシッて、絵でやってるとこやろ。そう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 。なるほど。アニメ多分皆さん好きだと思うし、昔はそのアニメが好きっていう人が多かったと思うけど、うん、今は声優が好きとか。あー、おるよな、なんか好きなタイプの声優、うん、そうそうそう。その声優の人が出てるアニメを見るっていう人とかも、うんうん、ということで、はい、今回の企画はデデン、声優になろう。おお、俺でも声が通らん人やからさ、不向きなのよ。あー、だいぶっていうか、かなり。まずどういうゲームかというと、うん、裏に書いてあるやつよ、もう、うん、今日も明日のトップ声優を夢見る若者たちがアニメ出演のオーディションに集う。配られたセリフカードを自由に組み合わせて役にぴったりなセリフを完成させろ。ナンバーワン声優の座につくのは誰？全然わからんやろ。全然わからん。まあ軽くチュートリアル的な感じで、まあゆっくりちょっと説明をちょっとしていくわ。ちなみに、このゲーム、うん、一応ほんまは3人から6人プレイで、二人に適してない。でも、全然できる。このゲームが、まあ、終わるというか、終わった時に、誰が一番声優っぽいかって、せーのって指さすっていうのがあるから、多分、ああ、なるほどな。そうそう、多分三人いるっていう、あれなんやと思う。よかった。勝負じゃなくて。絶対勝たれんから。絶対勝たれんから。勝負じゃなくてよかった。勝負ではない。まず、この黄色のカードは、うん、アニメのタイトルが載ってます。はい。まあ、これ、今、引いたやつなんですけど、リアルサバゲー。ゲーム世界が現実に待ったなしのサバイバルアニメって書いてあるんですけど、はい、まあ、これがアニメのタイトルと、まあ、どういうアニメかっていうのが決まるカードです。で、次、この、青いカードね。そう、青いカードは、そのアニメに出てくるキャラクターの登場人物。登場人物が出てきます。キャラクター像みたいな感じ。そうそうそう。だから今回やったら、悪の女幹部、ロボット、敵の下っ端、渋い執事、筋肉バカが出てくる、はい、やっぱリアルサバゲーの、まあ、アニメなんやと思うわ。で、次、この赤いカード。この赤いカードを1人7枚。7枚。これはセリフカードで、まあ、セリフが書いてあります。今回出たんが、舐めるなよ、私の剣。せめて一息にやってやろう。喰らえ必殺、闇が、フォレスト、捧げようっていうカードが、結構いいカードが出たんですけど、まず、キャラを選びます。はい、まあ、好きなキャラ、どのキャラでもいいんですけど、まあ、今回やっと、じゃあ、まあ、筋肉バカでいこう。うん。じゃあ実際に、一回ゲームやってみます。はい。で、このゲームやるときにちょっと言わなあかんことがあって、まあ、これオーディションやから。はいはいはい。よろしくお願いしますって言って、このタイトルと、このタイトル、アニメの説明を言わなあかん。うん。よろしくお願いします。リアルサバゲー、ゲーム世界が現実に待ったなしのサバイバルアニメに出てくる、筋肉バカを演じます。はい、って言って、で、その後にそのキャラが何をしているシーンを、何々をしているシーンをしますみたいな感じで。じゃあ今回で言えば、筋肉バカが敵のラスボスを倒すシーンをやりますっていうのを宣言して、この出たカード、セリフカードを出しながらセリフを演じると。はい、まあ、今回で言えば、せめて一息にやってやろう。私の剣、舐めるなよ。喰らえ必殺、フォレストみたいな感じのこと言って、一応その人の PR は終わりと。実技が終わるってことですね。そうそうそう。で、ありがとうございましたって言って、拍手終わって、で、もう一人も同じことをやると。で、いらん手札も言うたらあるわけよ、はい。それは3枚だけトレードできます。もう一回引き直しができる。あ、オッケーオッケーオッケー。一回だけな。最終的にどっちが声優というか、オーディションに受かるかという。オーディション受かったらそのアニメのカードをもらいます。それが3枚溜まった人が勝ちです。勝負ならんってこんなん。え、これ判断はお互いで決める？お互いで決めよう。無理やな。お互いで決めよう。全然無理やな。やってみる？じゃあ本邦初公開やで、俺が演技してるとこなんて。確かに。
ちなみに、その、出たセリフカードの通りにしか言葉を喋ったらあかんから、あの文字をちょっと付け足したりとか、語尾変えたりとか、そういうの。だから、その、一連の流れでさ、うん、的なやつもあかんってこと？そう、もう、はぁはぁがあんのやったら、はぁはぁ言ってもいいし、何やったらもう、無理なんや。無理。めっちゃむずいな、じゃあ。監督の言うことは絶対的なやつや。そうそう、台本を書いたらあかんっていう監督もおるやん。確かに確かに。そう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 。そういうことね。そう。じゃあやりますか。笑うことないんやろな、今日この動画。爆笑はもうなくなります。ないです、ガチで、ガチで。多分緊張感漂うんちゃう？恥ずかしいな。いや、ガチ、まあ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 。なんか声の演技が苦手やねんな。いかんせん。いける、あ、もうさ、お前いけるタイプなんか。声がええ、声がええは言われるよ、うん。言われるけど、いざセリフってなったら無理やね。いや、いけるって、お前。無理やね。お前自分のスペックをさ、あんま下に見ん方がいいって。お前もうハイスペックやから。いや、お前あの、ハードル上げんとってもらえる。お前はいい声してるよ、ほんまに。俺、お前の声になりたいくらい。褒められてるのかな。褒めてるよ、めちゃくちゃ褒めてるよ。褒めてるか。行こう、早速。ちなみに、はい。引いた人がまず先やらな。はい、お願いします。いや、もうさ、追ってたから、どうぞ。はい。勇者とモンスター。モンスターを討伐して仲間を増やす冒険アニメ桃太郎か。で、次青いカード5枚。次青いカード、キャラを決める5枚。いや、やってなんかもうちょっとさ、無理やんってやつがいいわ。敵の下っ端、はい、筋肉バカ、お頭の切れるイケメン、おい、食いしん坊な太っちょ、お臆病の王様、おお、Aカード、いいぞ、おお、Aカード来たやん。結構っぽい分かれてる。いいね。じゃあここから好きな、7枚引こう。1、ちょっとしばらく考える時間な。3枚入れ替えれんねんな。3枚入れ替えれる。入れ替えますわ、3枚ちょっと。はい。俺も3枚入れ替えるかな。やるわ。練習できひんのってきついな。まあな。なんかぶっつけ本番でその声出んのかなって思う。確かに。するやん。よろしくお願いします。勇者とモンスターに出てくる頭の切れるイケメンが敵のモンスター、敵の女王様をと戦う時の、戦う時のっていうか、戦う前らへんのセリフをします。はい。ほんまに緊張するわ。マジのオーディションみたいになってほんまに緊張するわ。もっと遊びやねんから、もっと違う、これやばいよね。珍しい、なんか。いくで。はい、どうぞ。マジのオーディションやんけ。いや、オーディションやったら俺、落ちてるから。落ちてるから。前に。麗しい眠りを妨げるプレゼントだ。踊ろうぜ。終わり。おー、カード見ひんねや。覚えた。おー、覚えたんや。一応セリフやからな。おお、俺の中で合ってるキャラクターがおらんくて。あー、いや、でも合ってるんじゃん。ちょっと、まあ、どれかってなったら頭の切れるイケメンなんかなと思って。どう、結構文章的には、いや、結構いい。それでいいね。いや、演技ができてたかどうかわからんで。だが、それでいい。オッケー。よろしくお願いします。勇者とモンスターに出てくる敵の下っ端が勇者に出会って、で、攻撃を仕掛けるシーンをやります。よろしくお願いします。貧弱な戦士、暗黒粉塵爆発。すげえ、すごいわ。どうや、え、すごいな、めっちゃ使ったな、カード。いいカードやろ、ほんで。で、ほんで早速もう攻撃仕掛けるってタイプな。あー、めっちゃいいやん。暗黒粉塵爆発や、こっちは。いいよ、勝ちで。まあ、これは白人かな。なんでやねん。もう俺はもう3回お前の勝ちにして終わらせたい。じゃあ勝ちはこれいただくわ。やる気なくなったんですけど、白輪に向いたキャラが出てくるかもしれないんで、もしかしたら小白輪になるかもしれない。いや、もうあったら俺がもらうで。それはさすがにな。じゃあ次俺が先引、はい、こうか。ダン、うわ、出た、星3つ。見てるとお腹が空いてしまう白熱グルメアニメ。これ苦手なやつ来たよ。こういうの苦手よ。美味しそうに食えば済むだけ。美味しんぼよ。いいの聞けよ、お前。はい、ロボ。はい、ありがとうございます。はい、筋肉バカ、おねえキャラ、ツンデレヒロイン、渋い執事。やばすぎ、お前無視キャラ。おい、グルメ関係あれへんやんけ。わー、どうすんねん。カード出た。無理です。ちょっと無理かもしれん。無理です。あ、じゃあこうしよう。
はい、もう一回書いたら変えられへん、うん、一回書いたら変えられへんでいいから、うん、何枚でもチェンジしていいことにしよう。5枚変えるわ。4枚変える。何やった、ちなみに。黄昏のとか。むずむず、無理です。無理やった。あ、無理です。はい、僕2枚でいきます。すいません。はい、許してください。はい、さっきどうぞ。あ、よろしくお願いします。星3つ。なんでも子供設定なの。やっぱりさ、オーディションってさ、やっぱギャップを見る方がいいと思うな、俺は。やから、なんか子供みたいなやつ来たわと思ったら、そこでさ、ヒャーハハみたいなの来たらさ、お、この子やべえってなるやん、インパクトが。もう落とされんだよ、オーディションに。よろしくお願いしますとか言って。22歳の、それは確かに。よろしくお願いします。星3つ。見てるとお腹が空いてしまう白熱グルメアニメに出てくる、美食家ソムリエのお姉キャラを演じます。かわいい。まるで音楽を奏でるように食べちゃう。すげえわ。さすがやな、ほんま。天才かもしれん。どう？もしかして天才？こんな声のやつ絶対浮かれへんからな、今のお姉キャラで言ったら。思ったより低っかな。思ったより。まあでも一応3枚使った。頑張って使った。もう こんな感じで食べんねん、もう。俺は一瞬で終わるで。やりたくないわ。よろしくお願いします。え、星3つに出てくる、家でカップラーメンを食べているツンデレヒロイン。そこ行ったんや。ああ、退屈。なるほど。交換音は自分でつけちゃったと。ジルルルってあるの。 SE。 お、いいカード。もうラーメンすする音しかないな。ああ、なるほど。ギャップよな。だからそのヒロイン、なるほどなるほど、豪快にタブル系のアニメやったら、そうそうそう、やっぱ美味しそうになんもん。そう。どう？いや、それは、いやでも、いいと思う。いいと思う、普通に。SE のカードは強い。え、強いよな。SE は強い。いやー、でも、まあ、ソムリエで言ったけど、見てるとお腹が空いてしまうと、お腹はすっきりはせえへんかもしれん。もう食欲なくなるかもしれん、俺みたいなキャラが出てきたら。確かにな。で、その、星3つって言いながらも、なんていうの、 B 級グルメ、お前星3つ忘れてたわ。B 級グルメ行くところも、なんていうの、美味しんぼ感があって、そこからおガチやん。やめてよ、恥ずかしいって。いや、俺はあげよう。あ、マジで？あげよう。お前勝負長引かせるためにとかじゃないの？違う違う違う。いやいやいや、いや割とでも五分五分かなと思った。あ、いい感じやった。いい感じやった。いや、やるね。いや、やめて。やるね。第一カードやらって。お花ピ。お花ピ。ゆるキャラ大集合、幼児向け教育アニメ、負けた。無理や。むずいな、これ。好きな SE って出てきたら、もうあれ言ったら勝ちだよ。もう、ダーン、ダダダダダダーンって言ったら、ダダ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 ーンって。呼んだ？そうそうそう。呼んだが出たかな。そうそうそう。え、今の子って知ってんのかな、俺。わからん。わからん。知らんのちゃう、多分。知らんか。多分。じゃあ、青いカード引いたんで。はい。真面目な生徒会長。もう無理やもん。生意気な天才少年。もう無理やもん。結局やられるかませ。もう無理やもん。お姉キャラ。もう無理やもん。ロボ。おい、何言ってんねん。ロボしか使われへんやんけ。ほんまやな。じゃあ、引きましょうか。はい。終わった。ガチガチ戦いアニメや。いや、そうやね。6枚買います。4枚買います。え、な、幼児向けってさ、別に戦ってもいい？別にいいんちゃう？ガンコちゃんとか。そうやな、ゼンマイ侍とかあるのか。あ、ゼンマイ侍とかでもいい。やりますわ。オッケー。よろしくお願いします。はい。お花ピーに出てくる。敵キャラのロボットを演じます。おー、俺7枚使います。すげえ。いくで。はい。美しいこの世界を見るがいい、犬が消えろ、コズミックララバイ。おー、いい。犬が消えろはまずいかもしれんけど、今日多分めっちゃ教育委員会とかめっちゃ来る。絶対犬がはあかんわ多分。でも全部使った。でもいや、素晴らしい。よかったやろ。全部使っていいよな。想像できたもん。森をなんかこう破壊しようとしてるというか。あ、そういいと思う。一安心よ。負けたかもしれない。やらしくね。よろしくお願いします。わ、いい声。お花ピーに出てくる生意気な天才少年が相棒のロボットに対して言った言葉です。ふんぎゃん、だからお前と俺は最強だ。
仲いい、あの、友達的な。え、めっちゃいいやん。そっちの方が、友達みたいな。そっちの方が教育番組やん。まあ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 。ここに絆創膏貼ってるタイプの生意気少年な。天才やけど、こいつを作ったのはこの天才少年。あー。でも友達はこいつしかおらんみたいな。なるほどなるほどな。よく二人合わせれば最強だぜって、あの、実は悲しいストーリーも最終回には待ってたりするね。めっちゃいいやん。めっちゃいいやろ。でも、名前使われたしな、と思って。しかもな、ちゃんとなってんねん、セリフに。想像できたしな、どう思う？え、どう思う？どう思う？じゃあ俺これはマジでいい勝負やと思ってる。でもお互いいいとこがあるというか、ゆるキャラ大集合幼児向けアニメって幼児にはちょっと難しいんちゃうかなみたいな。小学生あたりよな。そうやな、小中あたりかな。いや、まあ俺も幼児なんかな。いや、幼児でもあるやろ、頑張れってなるけどね。ああ、そうや、主人公頑張れ的なの。アンパンマンや。そう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 、アンパンマンとか、ね、こんなやつな、バイキンマン乗ってるやつ。ああ、もう今、もうイメージできたわ。できたな、あれはもうアンパン工場こうしてな、もう、ジャモリさんこうしてな。来たわ、チーズがハンカってな。あ、そうそう、犬があった、ほんまや、チーズや。犬が消えろ。ほんまや。いや、じゃあもうこれ差し上げるわ。リーチや。リーチやな。これ次で俺が勝ったら終わらせれるぞ。絶対勝とう。行こう。これだ。あえてこれ。ダン。お、名探偵猫。不思議な事件を解決していく推理アニメ。いや、名探偵ピカチュウよ、ほぼ。オッケーオッケーオッケー。言うキャラ。そう、完全に中二病のやつ。うん。二重人格、これやろ。いいね。いいの引いたな。能力に目覚めた高校生、工藤新一や。頭の切れるイケメン。おーい。平次とかってことやろ、言うたら。背中で工藤。おい、怒られんぞ。ツンデレヒロイン。まあ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 。いや、いいカード出たよ。ここ次第よな。行きます。行こう。5枚変えます。4枚変えよう。これは、ちょっと勝った気がする。嫌やって、負けたって。名探偵猫。不思議な事件を解決していく推理アニメに出てくる、頭の切れるイケメン猫が、事件を解決するときに言うセリフをやります。この力で、100% 裁く！お、すごい。もう、裁くってもう、この時しか使わへんやろ、もう。法律で王裁くって意味な、もこれは。うん、はい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 。裁く！え？なんで？集中してるから。ルルーシュビブリタリアが、メイズ。くそばろう。シュッ！イエス！おー、はい、リアみたいなこと言って、バン！くそばろう。スッ！って言いました。そうそう。シェッって言ったらあかんから。あ、シェッって言ったらあかんから、もうシュッ！って言いました。ルルシュビブリタリアメイズ。くそばろう。シュッ！お前、こういうふざけてる時が一番演技うまいよな。そうやね、あのな、真剣にやれってな、モノマネやってとか言われてもな、無理なんよ。どうしようかな。行くか。よしよしよし。よし。名探偵猫に出てくる、周りの人に、はい、お前が怪しいだろう的な、あ、はいはいはい、あれで、疑いの目をかけられてるみたいな。詰められた時に、こう逆に、この自分は誰か分かってるよ的な、この推理というかなっていう。あ、なるほどね。推理を始めようとする完全に中二病のやつか、どうしようか。うん、中二病のやつでいこう。はい。いつでもいいぜ、華麗な俺はまだ実力の 3% も出していない。うわぁ、いいね。いいね、それ。どうすか、ぽいぽいぽい。いいね、この 3% って。なるほどね。言ってたこととは違うからな、ちょっとあのオーディションの説明の時の、うん、でもありそう、俺の推理力はまだこんだけしか出せないぜ、出してないぜみたいな。そうそう、そういう的な、そういう的なやつ。なるほどね。いや、あるね。でもお前にあげるっていう手もあるけど、別に最終決着なんもんな、次。うん、なんやかんやいい勝負なってるやん。じゃあもらおうわ。もう一回やろうぜ。もう一回やる。いや、今の良かったな。でもあの引きがやっぱ強いわ。ドロー！アントロイド。サイボーグである主人公とロボが戦うアニメ。これでいく？あの、なんかもっと納得する題名あるかもしれないです。ちょっと見てみる。自分たちで選ぶ？めっちゃ上がるやんけ、お前そんな。一回引いてみる。除霊師。霊媒師たちが霊を退治するアニメ。ああ。いいんじゃん？こっちの方が良ない？こっちがいいわ。オッケー。ちょっとルールと。こっちがいい。ルールとは、あれやけどな。なあ。これで勝負しましょう。プロジェクト A みたいな感じか。そうそうそう。プロジェクト A はもう、大昔のジャッキーチェーン。違うかった、間違えた。ドドン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 ってやつ。プリンドファイバーってやつ。そうそうそう。バーない。やつな。急に。
霊媒師たちが霊を退治するやつ、はい、モンスター、いいね、神、いいね、背中で語るタイプの頑固な職人、陽気な外国人、残忍なインテリ、悪、無残だ最後さ、ルール変えてさ、うん、10枚取ってみる、よりいいのを完成させるために。いいよ、10枚取る。1、2、3、4、5、5枚入れ替えます、頼むぞ。俺4枚。8枚使います。俺全部使います。全部使うんや。いや大丈夫かな。いくぜ。はい、よろしくお願いいたします。呪霊 C というアニメでモンスターと神と背中で語るタイプの頑固な職人と残忍なインテリ悪の4人で霊の王を退治する時のセリフです。なるほど、ここには王がおらんねや、敵の。はい、順番に行きますね、はい、神、背中で語るタイプの頑固な職人、モンスター、インテリ悪の順番でセリフ言ってみます、はい、行きますよ。はい、いい加減にしなさい。そうじゃ、まとめてかかってきなさい。シンクロ率 60% まあいい、二度と持ちのつけねえ体にしてやる。ブラックファイナルチェックメイト。いいいい、すごい、全部使いました。よー、全部使った。じゃあ俺も全部使おうかな全部使うことによって俺負けんなこれいや途中でさ、うん、ちょっと演技するの恥ずかしくなっちゃったモードになったわ。なるほど。じゃあ俺そこで、じゃあこの2枚使えへんからそこで俺じゃあ頑張ろう。うん、行こう。よろしくお願いします。呪霊 C、 霊媒師たちが霊を退治するアニメに出てくる霊媒師の神がラスボスのモンスターを倒すシーンをします。そこでかつて仲間だった背中で語る頑固なタイプの職人も見に来てますあの、その最後の戦いを見届けに来てます。あー、オッケー。はい、行きます。お前を倒す、光が蘇る、あいつ無茶しやがって、貧弱な薙原へ仕上げだ、光合成ドカンどうですか。すごいっす。地雷やかと思った最初お前を倒す、うわ、ナルトや、光が蘇る仕上げだ、光合成、貧弱な薙原へ、あいつ無茶をしやがって弱っ背中で語る頑固な職人やで、これ急に弱っ声実はめっちゃおもろいみたいな。顔もゴリゴリのピーカや。誰誰だ、あのワンピースのさ、わかれ、あのゴリゴリやのにさ、うめぇって声やねそうなんや、まあみたいなもんみたいなまあどっちでもいいんやろな、これ。俺は別にあの正直前勝も俺が勝ってると思ってなかったからこれ結局2人やったらな、難しいよな。そうやね、これ、そう、3人でやらなあかんっていうのは、その親がおってせーのでバッて指さして決着がつくっていうのがあるから、うん、どう最後のやつ、あえてここで勝敗をつけんとコメントで決めてもらってって感じにする。確かに、ありかもしれん。そうしようか。じゃあ最後の勝敗は皆さんのコメント欄によって決まります。ぜひ私に清き一票。いやー、まあ俺は全然自信がないマジで自信がない、これだけに関して。カードは良かったよな。カードは良かったと思う。いやでも思ったより楽しかったわなあ。うん、じゃあまた明日もやろう。明日はやらんなもう二度とやらんな皆さんどっちが勝ったかどうか、一応あの最後だけとも言わずに、もう他の試合もあのどっちが勝ったとかも言っていただけたらありがたいでございます。いや、ちなみに両方良かったってコメントが一番嬉しいです。確かにな。皆さん両方良かったコメントも待ってますのでお願いします。以上、グランシャリオでした。チャンネル登録と高評価とコメント待ってます。おやすみなさい。